じゃあ次行きます、うん、はい、よろしくお願いします。もう突っ込むこともせずただミュートにする。逆にね、はい、さあブナシメジ死んだわ、はい、シャカさんです。あ、ホロンさん違ってきたんで撃ちました、シェリフス。おお、え、他シェリフは、シェリフ CO いないですか。シェリフで、あのカードキー、カードキーやってたら、あの、うん、ホロンさんがついてきて、で俺下回りで 上側でカードキーしてたんですよ。で上側でカードキーしてて、誰もいないとこでするそれ。あ、まあ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 、じゃあ釈迦さんはホロンさんを、はい、まあ、殺したということは認めるんですね。あ、殺しました殺しました。だ、ね、だ俺むしろだって、はい、俺加藤さんの目の前ぐらいで殺したと思うんだけど。いや俺来た時に死んでた、俺来た時に死んでたよ。待って、でもつまり釈迦さん視点でホロンさんは敵陣営ってことは、はい、釈迦さんは、いやでも突っ伏してて、いや俺はもう立ってないよ、うん、もう突っ伏してたから、え、だから俺、だから俺、あの、通報せずに待ってたんですよ。ペリフ仕様があるかないかだけでよくないですか、他に対抗。うん、いや、まあそうですね、潜伏して釈迦さんを撃とうとしてる人がいるのかもしれないけどね。いや、それは利がないんで出た方がいいです、うん、それだけでも終わりじゃないですか、思い出キルされて。あ、別に釣ってもいいっすよ俺、あの、これで不安だったら、あの、シェリフ出なくても別に釣ってもいいっすけど、あの、多分でもホロンさんは人狼じゃないと思う。ホロンさんは人狼ではないと思う。俺はアーソーだと思って打ってる。あ、じゃあホロンさんアーソー読みで、アーソーはジェスター読みで打ったって感じですか。いや、ジェスターっていうよりも俺はアーソーだと思った。だから、まあ、さっきちょっと話途中であれしちゃったんだけど、上でカードキーやってて、ホロンさんが後から重なってきたタイミングで俺ちょうど終わって、終わったタイミングでホロンさんがついてきたから、あのアドミンの左上ぐらいまで、うん、部屋の、うん、でそこで撃って殺して、人が来るまで待ってた。あ、でも加藤さんちょうど見えたタイミングだったと思うけど、俺が殺したタイミング。いや、俺はもう行ったら死んでた。釈迦さんが通報しなかった理由って、人が来るのを待ってたから。人が来るのを待ってたって言っても、マジで本当多分 0.5 秒ぐらいだったと思うけど、1秒経ったか経ってないかぐらい。3秒経ってます。3秒。私ディテクティブです。おお。おー、これシェリフが撃っても足って血つくの、足って血つくの。加藤さんが来るまで、ね、血はつくと思いますよ。あ、血はついてたの確実に、足に。だから単車がさん生かしとくか、うん、あ、いや全然つってもらってもいいっすよこれで。なんだろうこれ。なんだ。なんだ。なんだこれ。ソッサンあれか。ソッサンシェリフかな。ソッサンシェリフだったら全然殺していいけど。危ね。よっしゃ逃げろ。ソッサンたまに言わなかったりするからな。いいっすか。はい、はい、釈迦さんとソッサンがずっと一緒にいて、ソッサンが死んでたんで釈迦さんで、でヘンリーさんは血の足跡がついた状態でカフェで来たんで、2人で確定だと思います。おお。まあ俺は別に、釣ってもらっていいっすよ全然。どっちにしても。とりあえずヘンリー、うん、ヘンリーさんから行きます。どっちからでも
まあ確実に血の足跡ついたのはヘンリーさん。はい、じゃあヘンリーさんで、まずは。どうぞ。おお、まあ、シリフジオンあと小林さんも直したの俺です。あ、見てますか、それは。俺は2人だと思ってるからも。で、ダブルキルないんで、タコマンさんは多分ないです。あとはディテクティブ CO とシェリフ CO の乗っ取りがどうこうって話ですよね。うん。うん。まあ、人数余裕あるうちに釣ってもらっていいですけどね。どっちにしろだよな、もう今のは。もう多分ね、ソッさんが最後に生かしとくかって言ってたから、多分ね、シェリフだと思うんだよな。で、なんで CO しなかったのみたいなのたまにあるから、ソッさん。これ、一メタになっちゃうけど。で多分その後ろからついてきてたのが今アイセンさんだったから、俺があのアイセソッサンを殺す理由を説明できない。はいはい、はい、まあぶっちゃけシェリフ CO もディテクティブ CO もあれなんですけど、結構リスクなけどあの時点では、うん、どう考えるかなっていうのをもう一回聞きたいなってぐらいです。俺は多分これどっちにしろタスク終わり無理だと思うんで、はい、ペース的に、うん、ここでもうジンがヘンリーさん一人連れてるの確定してるから、うん、俺釣ってもらってで、あと一人本当あの人狼を探してもらうって感じでいいと思うんですけど、まあそれもぶっちゃけありですね。うん、うーん、そうするとアイセンさんになるんですよね。タコマンさん米サボで多分来てたから多分無理だと思うし、まあ釣ってもいいんじゃない。シャバさんもだって足に血ついてたのは確かなんで、ジェスターってことは絶対ない。ああ、確かにそうか。うん、そうっすね。じゃあ釣りますか、とりあえず。トリマー私は入れようかな。俺で勝負すればいいっすね。もうそれか俺がアイセンさんかマヤさん打ってもいいっすけどね。でも俺の、まあ、しょうがないんで、結局シェリフのどうします、ね、打ってみるのも面白い。打ってみるのは面白くないですよ、村目線。村目線は釣った方が得だと思うけど、うん、面白くないです。絶対釈迦さん疑わなきゃいけないんで、ずっと、うん、釈迦さん入れます。いっちゃいます。釈迦さん誰が疑わしいですか。俺、はい、まあでもさっきの状況で言ったらアイセンさんじゃないかな。アイセンさん、高間さんとマヨさんはだって出てんだよね。そうっす、そうですね。マヨさん通路は、うん、通路あたりで俺を見守ってた気がします。で加藤さんの探偵 CEO だけで言ったら、まあちょっとあれかもしんないけど、結構そのヘンリーさん釣った時の状況が結構的確だったから、はい、本当に見ていいと思うから、うん、あとはアイセンさんじゃないですか、消去法で。OK です。もう全てをやめましょう。ねえアイセンさん。ねえアイセンさん。助けたかった。アイセンさん助けてよ。なんとか助けなかった。なんでこうなったの。ナイス。ナイス。おろい。これはいい。ソスさんシェリフじゃないの。俺はクルーメイトです。あ、クルーなんだ。僕がソリストですね。あ、殺さなくてよかったか。じゃあそうです。ボタン入んなかったら釈迦さん、加藤さん食ってましたよね。ボタン入んなかったら、うん、食ってた。コロンさん勝ち。シェリフ、はい、シェリフです。7分の1引かれました。真の乗っ取り、真の乗っ取り。あれ釈迦さん、すごいな。絶対苦し紛れでしょう。苦し紛れだよ。だと思ったんだよな。いやでもアーソ死んでる。アーソ死んでるから、もうアーソいないだろってことで、釈迦さんにすりついて。俺ソスさんのあれだと思っちゃった。殺された釈迦さんの釈迦さんあれだしと思って。ソスさんがさ、なんか一番最後にさ、まあ釈迦さん生かしとくかって言った後にめっちゃついてきたから。ソスさんってたまにさ、なんかあの死をすればいいじゃんって時でもたまに黙ってやろうとするじゃん。
だから俺ソッサンがシェリフで俺追っかけ回されて俺これ殺されんじゃねえかなと思って恐怖のあまりソッサン殺しちゃったなるほどなるほど、釈迦さんシェリフでもインポスターでも俺が死ねば他の人は推理しやすくなるから、もう俺シェリフンって言った時俺ドッキドキしてたのに誰も出なかったからマジかよって思ってた俺俺も超ドキドキしてていいやつ俺がいいやつ、シェリフを殺さんと釈迦さんが死ぬからな。いや加藤さんナイスプレイでしたね、いやグレーだったけども、あの2回目の時にソッサンが死んで、しかもヘンリーさんが血の足跡をつけながら横からスッて現れたからあっと思って、これ2人だわって確信しちゃった。そうアリバイ作れるやんって思ってすり寄ってったら加藤さんだったっていう、コミサバが終わった瞬間にあ終わったってなったっすからね加藤うまかったっすね今回は本当に、判定が一番生きた試合かも。2人上げちゃったからな。フォローさんも良かったと思いますけどね。あ、シェリフ良かったですか？はい。まあ、ありがとうございます。何も役職ない人が死んだらあんまり面白くなかったじゃないですか。対抗出てきちゃった。そうだね。そうですね、まあ。試合を盛り上げてくれた。死して、はい。死しても試合盛り上げる者だと思います。初動詞でこんな試合盛り上げられる人いないですからね。さすがですね。さすがっすよ、ね、やっぱ初動詞するならフォロンだな。なー持ってあーでも、するのだけは勘弁してください。初動詞するのはフォロン、ね、あ、じゃあ、別に食い殺す分にはいいってことなんですね。まあ、それはいかようにもやりようがあるんで。じゃあ、よろしくお願いします。お願いします。